100個、ありがとうございます。イエーイ。ね、ラストスパートなので負けないで歌いましょうか。どうぞ歌ってください。私には聞こえないですけど頑張ってください。ニコラスさん、ハート100個、ありがとうございます。歌っていいよ私歌えないんですよ、あの他のアーティストさんの曲バンされるんで。だから歌ってもらってね、30日はサライ歌ってもらってお願いしますあっ、今日は15分だけします。はい、心を込めて歌います。お願いします。すごい今日時差がすごいです。汗汗。ビーバップ団長さん GG ありがとうございます。大阪のターさんさん、かわいい、ありがとうございます。猫キャットさん、ダダメ100個、ありがとうございます。明日早いの、うん、なんでですか？そう思った理由教えてください。なんでそう思ったんやろ。普通にニコラスさん、クラッカーありがとうございます。これクラッカーって言うんだっけ、なんて言うんだっけ、これわかんないけど多分クラッカーありがとうございます。これは何だろう、誕生日だからあるんですかね。早く寝ようとしてるから。え、私今日全然早く寝るつもりないです。夜更かしのつもりで生きてますよ。クラッカーだってた、クラッカーって聞いたら私お菓子の方が出てきちゃうんですよね、食べ物の方が。食い地が張ってるのでしょうか。猫キャットさんバラありがとうございます。遊びに来たよ、こんにちは、あ、間違えた、こんばんは。なんかさ、こんばんはよりもこんにちはの方が言いやすくない？私こんにちはの方がなんか言いやすくて好きなんですよね。うさぎつばきさん、クラッカーありがとうございます。なんで同じ名前なんだろう、お菓子と。それは私手元にね、端末が2個目がないから調べられないんですけど、なんでなんでしょうか。お誕生日おめでとう。うん、今日じゃないんですね。どうも、なんかそう誤解させてしまうことが多いですけど、実は今日じゃないんですよね。村上ちゃんのことは忘れないよ。お、忘れないでください。なんで突然引っ越しでもするんでしょうか。引っ越す時の友達みたいですね。なんか私友達が遠くに引っ越した経験がないんですよ、全然。いや、あるんですけど、なんて言うんでしょう、そんなね感動的なことをするまでの仲良しな子が遠くに引っ越したことがなくてですね、あんまりないんですけど、私あれやってみたいんですよ。なんか車のさ、こう後ろ走ってってみたいな、やりたいんですけど、あのアニメでしか見たことないですね。やったことある人いる、逆に。なんか手紙書いたりさ、なんか忘れないよみたいな話とかしたことある人いるんかな、現実で。でも現実でさ1回くらいあるからアニメになってるわけじゃないですか。だからみんなあるんですかね、どうなんでしょうか。私はないです。なんだっけな、クレヨンしんちゃんかなんかのやつで、あの土手から、あ、ブラジル、メキシコに行く話、クレヨンしんちゃんの家族が、なんていう名前なんでしたっけ、あそこの人たち、春日部さんだっけ、春日部市だっけ、わかんないけど、あそこの家族がメキシコかなんかに行く話で、なんか誰やっけ、あの子、スネ夫みたいな感じの子、あのママがいるさ、ママのすごい、あの子供の女の子向けのアニメが好きな男の子、なんて名前やったっけ、なんとかくんが、そのなんか意地張ってんのか、こう見送りに来なくて、でもその土手からなんか行ってるみたいなシーンがありましたね。
風間くんっていうのか、あの子は風間くんが言ってるシーンはすごい見覚えがありますね。ひろたんさんハート100個ありがとうございます。風間くんか、みんな詳しいですね。なんかこの間なんかの動画で、あの子おにぎりみたいな子、おにぎりみたいな子がなんかな、名字がすごい意外な名字だったみたいなのを見たんですけど忘れちゃいました。髪の毛ボサボサですね、思った以上に。そう、映画です、メキシコに行く映画。なんか怖いやつ、人食い、人食いサボテンみたいな話、ちょっと怖いやつです。なんかちっちゃい頃は私見ちゃダメって言われたから見たことなかったんですよ、しんちゃん。でもなんかちょっと前に暇の時にめっちゃ映画借りてたくさん見たんですね。その中に1個ありました。マサオくん、そうマサオくんです。そう、大阪のターさんさん、クッカーありがとうございますね。そう、でもクレヨンしんちゃんはあのロボットの話がすごく泣けるってみんな言ってるんですけど、私それは見たことなくて話が分かんないんですよね。猫キャットさん、馬ありがとうございます。ビーバップさん、音波ありがとうございます。なんかなんだっけ、ロボットになったお父さんと腕相撲をするシーンがあるらしくて、それがすごい泣けるって聞いたんですけど見たことなくて、あのと、あ、これかびっくりした。なんかすごいね泣けるらしくて見たいんですよね。伊藤駒さん、ハート100個ありがとうございます。そう、見たいんですけど、なんかクレヨンしんちゃんのやつは泣ける映画が多いって聞きました。そう、でも私はねドラえもんの映画は多分全部見たことあるんですよ。ちょっと前になんだ、どっかの局であのやってたんですね、一挙放送が。35周年記念かなんかの時に一挙放送してて、それを全部録画したので、あの全部見たことあるんですけど、私は海底祈願場が好きですね。海底祈願場は、私そもそも海の底の話が好きなんですよ。だからあれめっちゃ好きで、何でしたっけ、あの地底人の人も好き、楽しい、あれ。海底祈願場めっちゃなんかロマンにあふれてて、なんかちょっと一瞬ありえそうな話なのが好きですね、特に。大好きです、とても。あとはやっぱ鉄人兵団はね名作だと私は思いますね。大好きなんですけど、あの話、魔界大冒険も好き、かわいい、なんだっけ名前わかんないけど、ゆきこさんみたいな人、メデューサのシーンが好きなんですよ。涙出そうになるけど出ないやつね、ギリギリギリ性耐えさせてもらって。孔明さん、おじいちゃんさん、ハッシーさん、うさぎつばきさん、ハートありがとうございます。すごい、めっちゃハートだ今。そう、でもドラえもんのお話は本当に結構全部好きで、あと、あれが好き、ワンニャン時空伝だっけ、のび太くんがさワンコ拾うやつ、あれはなんか普通に泣きました。あのもしもしかめようで泣きます、私結構序盤ですけど。誕生日じゃないんですね、これもうちょっとめんどくさいから今度からこのくだりやめよう。そう、あの話すごい好きで、あれの導入曲もすごい好きなんですね。だからね映画館で見たかったなって感じ、生まれてんのか分かんないですけど。そう、夢日和がいい曲なんですよね、とても。あれなんかエキストラの、なんか前ショールームでその話したらなんかそのエキストラ出てたみたいな人いてちょっとびっくりした覚えがある。牛坊さん、ハートありがとうございますね。ドラえもんはねなんか全体的に好きなんですよね。と
私何が好きやったかな、思いつかないですけど結構好きなものが多いですね。佐藤久夫さんハート100個ありがとうございますね。なんであんないい話なんだろう。小さい頃に見てたアニメの主題歌今聞くと高まるよね。アニメの主題歌ってやっぱ高まる曲が多いですね。うん、私はアニメはこれちょっとすごい変な答えなんですけど、オープニングの映像は動くけどエンディングの映像は静止画っていうパターンがすごい好きで、Dグレとかそうなんですよ結構、確か知らんけど確かそうだった気がする。なんかオープニングの絵は動くんですよ、こう戦ってるシーンとかがあるんですね。でもエンディングはこう静止画がこうニョンニョンニョンって動いてるタイプのやつがすごい好きなんですよ。あれがねとても好きでございまして、なんかエンディングが動いてるのも全然好きなんですけど、静止画だとなんかよりエンディング感が強い気がする、ですね。ちょっとめんどくさいなもう。はい、OK、これでもう OK ですね。コナンは見てない、いや見てますね。でも最近は見てないです。昔はめっちゃ見てました。でもなんか最近話が難しくてもうあらーって感じなんですよねそう難しくて、でも見たくて映画ね、結構コナンの話も何回かしてきたんで省きますけど、コナンも見てますよ。 でも近代一少年の事件簿がすごく好きなんですね私は。あれはねなんかとても好きです。なんか怖い。でも何の話が好きかな、決死校とかすごい好きです。あのどこだっけ、香港かなんかに行ってる話。あでも空論財宝もすごい好きで、あれがねもうとっても楽しくて好きですね。何回も見てる。お家に録画したのが撮ってあるんですけど何回も見てます。でも狐火流しもすごい好きで切ないんですよね。うん、めっちゃ絶対さね怖い単語だから絶対めっちゃ星増えた、ウケる。空論城がね行ってみたかったですね。でもちょっと怖いんであれですかね。あの写真集みたいのがあるんですよ、それが欲しかったのだと。長崎かなんかにやったらしいんですよね、その空論城をモチーフにしたゲームセンターみたいのがあったらしくて、それちっちゃい頃に妹と見て行きたいねって話してたんですけど、でこっち引っ越してきたじゃないですか、だから行けるかなと思って調べたら確か閉館しちゃったのかな、でなくてしょぼーんでしたそう楽しいんですよね近代地区、楽しい。ほんまになんかでもすごい重い話、あとなんだっけ錬金術の殺人事件の話あるじゃないですか。あれのこれ見てる人いいのかな、分かるのかな、みんなちゃんと行ったらすぐ、ディレクターさん、ディレクターじゃないな、プロデューサーさん、いやディレクターかも、なんか出演者じゃなくて確かスタッフ、違う、お笑い芸人さんか、お笑い芸人さんが死んじゃう時に、多分お笑い芸人さんらしき人、あの屋根の上で死んでるシーンあるじゃないですか、あの屋根の上で発見される、なんかこうポタッと落ちてきて、え何とか言って上見たら上にいたシーン、あそこが私塾に行ってたんですけど、当時塾に行く前の車の中であれ見ちゃって、もう怖いじゃないですかそんなシーン、小学校ですよ、小学生がさそんなシーン見てさ、え怖っと思って、それからもうしばらくもうずっとこうやって上見ながら歩いてました、怖すぎて。伝わる、伝わってるんでしょうかね。あ12日おめでとうって言ってるけど出てこなかったな。12日です。出てこなかった、私のところに。アニメだっけ、そうアニメでした。
分からん、ドラマでもやってたのかもしれないけど分かんないですね。大阪のターサーさん、虹色の星ありがとうございます。私今15分経ちました、経ったのかな、15分。15分経ちましたか。なんか私のとこには表示されてないんですけど、20分経った、ほえー、日数は出ました。じゃあいっか、じゃあランキングを読みたいと思いますよ。13位ヘタッピさん、ありがとうございます。12位ソさん、ありがとうございます。11位ケイさん、ありがとうございます。11位コヨプさん、ありがとうございます。9位レイブドモンドさん、ありがとうございます。8位コアラさん、ありがとうございます。7位トニーカイさん、ありがとうございます。6位コウメイさん、ありがとうございます。5位伊藤ゴマさん、ありがとうございます。4位ニコラスさん、ありがとうございます。3位ヨシボウさん、ありがとうございます。2位ネコキャットさん、ありがとうございます。で1位が大阪のターソンさんです、ありがとうございます。ヘタッピさん、かわいい、ありがとうございます。というわけであと2日ですね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。また明日。